IBM サイモンパーソナルコミュニケーターとは IBM が設計開発し三菱電機が製造していたハンドヘルドタッチスクリーン携帯電話 PDA であるベルサウスセルラーがアメリカ合衆国にて1994年8月から1995年2月まで販売し5万台売り上げたサイモンパーソナルコミュニケーターは電話と PDA 機能を1台に統合した 世界初の携帯電話である。スマートフォンという用語はサイモンの発売では定義されていなかったとはいえ、その機能と性能によってサイモンは世界初のスマートフォンと称される。IBM は1992年11月23日にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催されたコンデックスでアングラという試作機を展示した。 この試作機には携帯電話と PDA を一台に統合しており、電話やファクシミリ、電子メール、携帯電話対応サイト受信するなどの機能が搭載されており、コンデックス来場者やプレスは、この試作機に多大な関心を示した。その後 USA Today の経済面にて、アングラー設計者のフランクカノバがアングラーを持っている写真が掲載された。 ベルサウスの役員は1993年11月開催のワイヤレスワールドカンファレンスにてこの試作機の完成版の商品名がサイモンパーソナルコミュニケーターに決定したと発表したベルサウスセルラーは1994年5月の販売開始を目指していたが端末に搭載するソフトウェアの問題により同年8月16日にまでずれ込んだサイモンは 最初15週にて2年契約方式による899ドル、契約なしによる1099ドルの価格で発売したが、その後2年契約方式による599ドルにまで値下げした。サイモンは6ヶ月間の販売で推定5万台売り上げた。スマートフォンという用語は1997年まで定義されていなかったとはいえ、サイモンはその機能や性能によって、 世界初のスマートフォンと称されている。カスタムフィットの革製カバーで保護されている IBM サイモンパーソナルコミュニケーター。サイモンはダタリットロムドスのファイルシステムとスタッカーによるファイル圧縮を使用している。IBM はサイモンで使用するドスプロンプトのない独自のタッチスクリーンユーザーインターフェースを開発した。このサイモンで使用されていた。 ユーザーインターフェースソフトウェアレイヤーはナビゲーターと呼ばれている。PCMCIA カードを挿入するか端末の内部メモリにアプリケーションをダウンロードする手段でサードパーティー製アプリケーションを動作させるためのアップグレードも可能だった。ジョージア州アトランタにある PDA Dimensions がサイモン向けアフターマーケット専用のアプリケーションであるディスパッチットを開発した。価格は PC 版が2999ドルでサイモン。ソフトウェアクライアント対応版が299ドルだった。ありがとうございます。